ね、お耳の形とかお耳うねうねしててちょっと面白いからね、そういうのも観察して見るのも面白いかもしれません。ね、お名前もね、一人一人お名前ついてるからね、こっちもね、さっさと当てられるからね、すごいの、すぐ分かっちゃう。やばく、震えてるよ。背中とかで、ね、頭をなでなでしてあげてください。なんかお腹触ると怒る。怒らせちゃダメでしょ。無理だよ。あ、ですか。ね、全然動かないことね、結構動くね、子がね、結構いるんですけどね、その子によって性格が違う。どうなんですかね、気持ちいいのか、ちょっと怖いのか、どっちかですね。なでなでしててね。でもね、モルモットは鳴き声で、ね、コミュニケーションを取る動物なのでね、結構鳴きます、はい、ね、モルモット同士でお話をするときも泣いたりするので、ね、はい、お腹が空いたときとか泣いたりする。はい、残りが間もなく1分に切りますよ。